クロノトリガーやりましょう。というか、ずっと、もう前から言ってたじゃん。ずっとやりたかったんだけどさ、踏ん切りがつかなくって、積みゲーいっぱいあるし、いつかやりたいなって思ってたけど、まあちょっとね、こんな形で踏ん切りがつくのは残念だけど、鳥山明が亡くなったということで、あ、やりたいってなった。ドラゴンボール、大魔の放送が先か、クロノトリガーが終わるのが先か。え、どっちなんだろう。呼び捨て、え、呼び捨てするよ。著名人は基本的にフルネーム呼び捨てです。それで悪いとも全く思ってないな。なんか最近はみんなさん付けするよね。芸能人のこととかも。なんとなく板垣退助あたりからの著名人は全部フルネーム呼び捨て派です。よろしくお願いします。今まで一番関与しているアニメの新作が秋に始まる。ええー、そうなんだ。なんかさ、映画も。音消えたね。ごめんなさい。音消えたっていうか、押してなかったね。映画もさ、出てたよね。何度もゲームだけ消えてる？ん？ん？なんでだろう？ここを押すと消えたことになるのか？一応今ね、自分の OBS では音の波が動いてる状態になってる。で、これSteam 版だからさ、OBS の画面をほとんど見れずにやるから、ちょっと異変あったら教えてほしいかもしんない、今後も。多分マイクが消えることはないでしょう。消えるとしたら、ゲーム。なんか一瞬消えて戻って消えて戻ってみたいな感じだったからいけると思っていこう。あ、オッケーオッケー。多分ね、Steam 版クロノトリガーの端を押したのが、触ったのがまずかったかもしれない、マウスで。クロノトリガー知ってます。タイムトラベラーで買えるでしょっていうところまで知ってます。までっていうか、あたりを知ってます。あと、風の象形だったっけ？つまり、ほとんど知りません。 クロノクロスから子供の頃やったんよ。念のため秘密にします。そうね、お願いします。あ、でもね、ポロリしても全然大丈夫だから。おまけ。ちょっとこれは楽しみにしておこう。で、設定は見ておいたから大丈夫だね。ニューゲームいくよ。ねえ、あれ結構早く聞けるんだよね、あの名曲は。あ、はい。操作説明が出てきた。とんでもない迷子の時だけお願いします。そう、古いゲームだからね、ちょっとヒントが少なくって迷子ってことはよくあると思う。あと、レベル上げが必要だね、多分。バトルモード、あ、これ FF のあれだ。いやー、ちょっと調子に乗ってアクティブにしよっかな。ゲーム音痴がさ。あ、いや、ごめんなさい。ひよってウェイトでいいっすか？これって全部配信でやる。うん、一度なんか最初ね、動画にしようかなとか言ってたけど。あ、なんかレベル上げの区切りの時とかは、見計らえるんであれば、ちょっとレベル上げしとくねとか言うかもしんない。けど基本的に配信でやりたいな。ってなると、コメントとかやっぱやり取りしたいしさ、ウェイトでいくわ。逃げた。グラフィックオリジナル。高解像。あ、うち別に高解像度いらないタイプなんで、オリジナルでいきます。インターフェースパッドキーボード。他に何があるの？あ、ちょ、ああ、そういうことね。タッチパネル。あ、そっか、これスマホとスチーム版が同じってことなんだね。仕様になってる。あ、名前はね、決めてく。名前ね、どうやってやるの？変えたい。あ、もしかして。
白の白飯の白、あ、それいいな。いやでもね、ちょっとね、今回はちょっと古風に行きたいから、私白飯にちなんで飯尾にするわ。あ、でキーボードじゃないってこれで決定、決定ですよ。決定、決定。反応しなくなっちゃった。どうやってやるんだ。スタートか。押せない。こんなところで。黒野からの飯尾です。あー。頑張れ。なんで動かないの？キーボード入力した後、止まっちゃった。決定になってないから、エンターか。すいませんでした。これぐらいな音痴。じゃあ、飯尾でいきます。飯尾の大冒険。始まり。やれやれ。あ、発砲されてるね。あ、何かあったんだっけ、最初。みんなカタカナなのにひらがなおるぞ。他にもね、名前決めてるやつが、あの、一人、あ、二人いる。飯をったら、違和感やばいね。風船飛んでるのに、即発砲に結びつけるの怖い。ジナ？と猫？いつまで寝てるの？いい加減起きなさい。あ、これおかんか。リーネの鐘があんなに気持ちよさそうに歌ってる。どうせ昨夜興奮して寝つけなかったんでしょう。まあ、建国千年のお祭りだから無理ない。結構経ったんだね、建国。あんま調子に乗ってはしゃぎすぎるんじゃないわよ。遊びに行くんか。いい発砲です。そう、発砲現場にちょっとじゃあ行くんだ。いい加減起きなさい。もう、かたくなに、あ、起きた。あ、こんなにさ、おっきいんだね。なんかさ、あの、二頭身の、すごい、朝からアクティブ。二頭身だと思ってた。もうそれくらいね、画面見れてなかったな。一応ね、あやたまが昔やってるのを、音だけ聞いて眺めてた。眺めてないな。いや、いい曲。あ、バトルモード後で変えられるのね。バトルスピードやや遅めって何？時間経過の速度調整できます。バトルメッセージ。ああ、はいはい。あ、違う。別にバトルメッセージは早くていいでしょ。カーソル。うん、わかんない。サウンド。今んとこ、いいかな？メッセージはだいたい高速が最高。そうだよね。まあ見落とすだろうけど。移動は基本ダッシュになってるという感じだね。普通のバトル時じゃないセリフの送りとかの設定はないんだね。間違えた。オープニングもう一回見よっか。接続チェックから始まって配信で3回目のオープニングが流れていくっていう。まあ何回見てもいいよ。だって昔こんなんなかったよね、絶対。あやたまがスーファミでやってるときこういう演出がなかった気がしたよ。3分近くある。なんかさ、あのクロノクロスの方をまあやってるって言ったわけなんだけど、てか実際あの配信でもあやたまいるときにプレイしてて、そんで
っと見入っちゃうな。あのまだクリアしてないっていう状態なんだけどさ、そっちから入ってるからクロノトリガー知らなかったんだよね。最初知ってたけど持ってなかったな。あ、スーファミはゲームの映像。こんなアニメーション、あのメガネ知ってる。で、あのメガネの名前も決めてある。メシオだ。ねえ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 、あのさ、セーブせずに終わったよね。っていうかそもそも突然の終わりを見せたよねさっき。ってことはさ、これあれなんじゃないの、あのまたメシオって入力してエンター押してないみたいな致命的なミスやんの。白飯の言い方が悪意あるの。あのメガネの言い方。いや、単純なのシンプルな悪意なくメガネだよ。あのメガネ。左のおなごは何？あ、なんかロボットがいた気がしなくもないし、カエルは知ってるって宣言したカエル。空飛べるんだ。ロボはロボ。そうだ、ロボの名前も考えないと。仕切り直します。すいません、あの PC ゲームに本当に不慣れで。あ、再開できるじゃん。え、嘘。400ゴールド旅立ち夢見る千年祭。くしくもこれで初めてメシオのステータスが明らかになった。 PC ゲーム過去コントローラー、コントローラーも全然わからん。なんだこっからか。この前にオートセーブが入ったんだ。タイミングわかんないね。多分印とかは出てないよね。メシオの問いかけ大事だろ。そこでセーブが。気をつけていこうね。メニューを押して、何で終わった？あ、設定で終了したんだ。設定を押してて、ゲーム終了。設定終了とか書いてない。ゲーム終了ってめっちゃ書いてあるのに、これを間違えたわけだね。じゃあちょっと、普通に戻るボタンで戻って、メシオレベル1。ヒットポイント70、マジックポイント8分の8。10ってなんだ？僕と革の帽子、革の服、鉢巻き。確かに巻いてる。セーブと中断用みたいね。で、今セーブはできないけど、さっきオートセーブが入ってんだよな。ちょっと、あ、ワールドマップ、基本はワールドマップセーブっていう認識をしといていいよね。天だぞ。天族か何かなのかな。何か属性があんのか。とりあえず、示した。ちょっと待って。あ、これ十字キーで動けるの最高だわ。猫の餌、0g。え？そうそう、幼馴染みの発明好きな子。あら、ど忘れしちゃったな。あ、いきなり？あー、これがあのメガネか。じゃあね。メガネは決まってるんですよ。ちょっと待って。これ、女子。計画崩れするんだけど、もし女子だったら。これ少年だと思ってたんだけど。おなご？まさか。まあ、いっか。
ルッカやぞ。いいえ、後世です。うちのおじいちゃんの名前。19歳の女。あ、もう後世です。決めてたもん、発明家は後世。後世の発明見に行くんでしょ。もういきなりわけのわからん事態になっちゃったよ。これだけは譲れんと思って決めてたんだよな。別にあの、うちのおじいちゃん発明家、何このびっくりマーク。発明家ってわけじゃないんだけど、あの、地元の祭りとかで結構、いろんな人に声かけられたりみたいな感じだったから。何してんだろう。行ってきます。飯男と後世。いや、てっきり幼なじみ男だと思って。AD。10000。今のところ性別逆転パーティー。これはワールドマップってことでいいのかな？飯男の家、民家、クイズマーケット、蝶々の屋敷。え、宿屋。すごい離れてない？飯男の家。誰？ねえ、知ってる？ここガルディア王国ができて今年で1000年。現ガルディア王、つまり今の王様だけど33代目なのよ。で、その王様の悩みの種は一人娘の王女様。なんでもすごいおてんばなんですって。多分今頃はお城の中で私もお祭り行きたいなんて大騒ぎしてるんじゃないかしらね。 Now AD 一線ってこと。あ、これはその移動がいろいろあるから分かりやすく、もう電話左にって思ったけど、行ってきたかい？行ってない。早く行ってこいよ。この国ができて今年で1000年ってお祭りなんだぜ。ここから北にあるリーネ広場じゃ今頃いろんな店が出ていて、それはもうお祭り騒ぎってやつだね。止まらん止まらん。ではいつでもどうぞ。もう話聞いてなかったのに声かけてくれた。背後に向かって。早く仕事終わらせて、もうみんなお祭り行きたい。めっちゃ行きたいじゃん。一杯おごってもらえないかしら？え、やだ。まだ知り合いじゃないから。そりゃ千年だぞ。めでたいか。なんだ、すごい高速な者たちがいる。この家のこと聞きたい。はい。この家の町長は冒険者が好きでね、初心者に冒険のノウハウを教えてくれるのよ。それからこの家にある宝箱は町長が冒険者のためにって置いてあるの。遠慮しないで。やったね。方向キーでダッシュできるよ。もし歩きたかったら A も一緒に押すんだ。移動の設定を変えるとダッシュと歩きの操作を入れ替えられるよ。こういうことですね。違う、メタ。昔のゲームにあるある。はい。武器といってもいろいろなものがあるのよ。刀とか弓とか拳銃とかね。けど人には得意不得意があって、その人に合った武器しか使えないの。もう最初から決まってるんだ。防具には3つの種類があるわ。頭につけるものと体につけるものと、それからアクセサリー。シンプルでいいな。防具も自分の体に合ったものしか装備できないのよ。それからアクセサリーには特別な力があるものが多いから、いろいろ調べてみるといいわ。それを教えてほしいな。それと刀は力が上がれば攻撃力も上がるけど、弓や拳銃はちょっと違う。必要ってか拳銃？必要なのは命中率。これが上がれば強いダメージを与えられるわ。忘れそう。メニューについて聞きたい。はい。前で開くメニュー画面は、さっきゲーム終了しました。メニュー画面で A とか Y とか、実はちょっと話半分で聞いとくわ。かえって混乱する。今もう自分はボタンの右のボタンを押しているっていう認識しかしてないから。シェルター、知らん。走ってる子たち左下のカーブの時は減速して調整してるね。本当だ。危ないからね。シェルターはセーブポイントとワールドマップで使用できるアイテムで、あ、テントみたいな感じか。なるほどね。
メッセージが出てる間も兄ちゃんたちは動き回れるんだぜ。おお、遠く離れれば声も聞こえなくなるよ。あ、聞こえなくなった。娘、メッセージのウィンドウはエクセ上限に移動するの。え、あ、ちょっと待って、それはレプリカさ。ちょっと言う、それより前に何か言ってなかったっけ、大事なこと。もし本物を見かけたら旅の記録を取ることを勧めるぜ。なんせ危険なところほど出現しやすいという。ごめん、何の話だった。ワールドマップではどこでも旅の記録を取れる、忘れないでくれ。これの話、子供たちが詰まっちゃって、あ、なんか追いつかれてるじゃん。あ、レプリカね、はいはい。違う、階段があった、階段があった。上忘れてた。宝がどうこうって言われてて、ここに宝がないのに不審に思わず帰って、なんだ、え、宝がもらえるって話。あ、あれか、一個だけ。俺様が技の効果範囲を教えてやる、聞くか。はい。戦闘時の技には様々な効果範囲がある。まずはモンスターを中心に広がるダメージだ。モンスターを中心に広がるダメージ、例えばこいつをターゲット指定した時は、この範囲にいるモンスター、つまりこの場合は2匹にダメージを与える。そうなの、真ん中をターゲットに指定すると3匹のモンスターにダメージを与えられる。うまく使いな。自分から直線的にダメージを与える場合、これには2種類のパターンがある。1つ目のパターンは、へえ、自分からまっすぐ伸びた直線状のモンスター、奥を指定すればいいってことか。ん？この場合は直線状のどのモンスターにカーソルを持ってても問題ない。もう一つの多くない？何が違う？バトル開始時には忘れてそうな気がしてきた。覚えられないね、これは。何が違う？あー、やっぱり奥を指定すればいいのね。次はターゲットして、ターゲット指定したモンスターを軸にして横あれ、思ったより複雑そう。この場合横並びなら、どのモンスターにターゲット指定しても OK だ。最後に自分を中心にダメージを与えるパターン、技によって違う。大丈夫、簡単なモードにしてるから。まずこのように範囲内にモンスターがいない場合は使えない。そんな風になることあんの？範囲内にモンスターがいれば、自分を中心とした範囲内全てのモンスターにダメージを与えることができる。すーげえ、今受験直前で頭の中に詰め込んだみたいな感じになったけど、お願いします。戦う技アイテムのコマンドを使って敵を倒さなければなりません。自分の10倍になった時に画面下部に、ま、コマンドが表示されます。複数のキャラクターはコマンド入力可能なら、LB か RB、 LB か RB を入力することでキャラクターを切り替えることが可能です。使いたいものにカーソルを合わせて B でコマンドを選びましょう。 Y を押せば、まあ、X ね、体感としては。戦うだけを繰り返し、あ、オート、さすがスマホに移植されてるだけあるね。歩行器、これ何？あ、蝶々か。お前さん素質がありそうじゃの。お前さんは戦いを続けていくうちに技を身につけることができるじゃろう。技とは己の武器を使った特殊な攻撃法じゃ。これは己の鍛錬のみ身につく。日々これ精進じゃ。オートは最高。あのさ、倒せなくなったらオートにしようかな。蝶々に向かって、これ何よ、問題ですよ。
あ、4ダメ、4ダメはちょっと。モンスターの攻撃には特別なダメージを与えてくるものがあるわ。6。攻撃力も落ちるんだ。へえ。スロー。ああ、なんか、そう、この辺に疎いから、スピードが遅くなって次の攻撃に素早く移れなくなる。あれが溜まるのが遅くなるんか。スリープ眠ってしまって防御も下がるんだね。けど攻撃を受けると目覚めるわ。さすがにね。混乱状態がちょっと面白いんだけど。自分が何をしてるか分からなくなってしまうの。味方を攻撃したりね、怖いわよ。暗闇、周りがよく見えなくなってモンスターに攻撃を、命中率が下がると、ロック。一切の技が使えなくなる。通常のみか。ストップ。これは動きが止まって何もできなくなる。怖いわね。基本的に状態異常にかかったら防御力が落ちるのね。万能薬などの 体調回復アイテムで治せるけど、戦闘が終わればアイテムを使わなくても自然に治るのよ。え、あ、そうなの？このゲームもそうなんだ。じゃあ、歩き続けて毒で飯用は力尽きたみたいな風にならないんだ。続き？はい。モンスターの攻撃を受けてヒットポイントがゼロになると戦闘不能になっちゃうわ。もちろんアテナの水とかのアイテムで復活もできるわよ。けどね、みんなが戦闘不能になった時は時の流れの忘れ物になっちゃうの。気をつけてね。全滅ってことで OK。 LB と RB を押し続けると戦闘から逃げる。こいつも大事だ。これは他に逃げるコマンドが出てこないってことかな。ちょっと LB、RB 押し続けるだけは。あ、はい、わかった。逃げてばっかじゃ弱いままで強くなれないよね。飯はいつも毒死の心配する。そう。毒ちょっと怖いから。メニューを説明。武器マークの横の数字は攻撃力。縦マークの横の数字は防御力。防御力は殴りや物理攻撃をどれだけ防ぐか表す。魔法を防ぐのは魔法防御。これが例えば40だったら。あ、そういう風なんだ。パーセントなのこれ。暴言。それと数字が星マークになったらそのパー、あ、カースト、なんか、もう、へぇ。わかっ、ちょっと待って。わからんわからん。これ。全然大したことなかった。え、他に何かないの？ちょっと。あ、なんかもらえる。これで装備でも整えるとよかろう。あ、やった！こっちのがいいじゃん！首の動きがやばかった。こんなんいたっけ？あ、いたわ。失礼しました、失礼しました。いただろ。グッズマーケット、民家、グッズマーケット？え？リーネ広場にて出店中。民家。あの、毎度お騒がせ娘、後世が、娘だ。本当に娘だ。千年祭？千年祭会場で世紀の大発表するって宣伝してたぜ。すまんな、後世。私ね、今が一番幸せな時、そんな気がするの。その幸せが長く続くといいね。こういう場所でセーブができるわけだね。後世言われるとお笑い芸人の方を想像してしまう。あ、いるんだ、お笑い芸人。ねえ、あのさ、柔道か何かの人にもいなかったっけ？怖っ。え、怖ない、怖っ。怖っ、何これ。あ、そうそう、井上康生。もうそれで覚えてってください。今何だった？魔物がいっぱいいたけど。おう、若者よ。今日は我が王国の千年祭だ。存分に楽しんでゆかれよ。はい。なんだ？え、今なんか、何これ？怖い。ここは発砲現場。あ、ここね。事件現場ここでした。
走っている人はレース中よ話しかけても返事してくれないんだから、そろそろや。あ、走ってる人そういうことか。猫速くない？正面に立ってボタンを押しな、動き出したらタイミングよく B だ。ちょっと待って、何これ何？ここで5時間楽しむ飯を何してんのこれ。はい、あ、あ、こっちか。やったね。シルバーポイントカードに1ポイント貯めておくよ。何？ポイントくれよ。もうくれないの？飯をとは言ったけどほぼ白飯さんだよね。このツボ割れる？あ、そういうゲームじゃないか。あ、音が鳴ってなかったのか。カーンって音聞こえるから頑張って。オッケー、よし。楽しい。上手くなってきた。失敗した。ほい。あ、天才素質あるかも。引き換えはないもん。シルバーポイントカード、ここで2時間、他でも3時間。引き換えてよ。だって割と早い段階で過去かなんか行っちゃうでしょこれ。うちら未来だっけ、先に行くの。使わないといけないんじゃないの。引き換え引き換え、ダメだ。まだギリ一人だから、この走るやつも加わっていいの？今のホイホイソルジャーの右に出るものは何？世にも恐ろしい見せ物小屋だよ。あ、シルバーポイントが関係してる。ちゃいかんの？あ、こっちなんだ。入ってないからダメか。レース中さ、黙って見てな。予想したいなら走ってる全員がそこに揃った時俺に話しかけない。はい、え、そりゃホイホイソルジャーでしょ。いや、知らんかい。いや、スイート、あ、しまった、猫も早かったわ。最初見た時猫やったもん。あ、ちょ、妨害しよう。早すぎる。させえ、ダメだ、追い込みになっちゃってるもん。歩くんじゃないよ。絶対これ B ボタン押して歩いてるじゃん。ひどい。ちょっと。スイートキャットです。なんて言うの？予想する。いや、今度こそホイホイソルジャーだから。いけ。
熱やば。こいつ誰だ、こいつ何者、まず名前知らん。ホイホイソルジャーはこいつやと思うんだけど、また歩いてるよ。え、ものすごい遅いやつがいる。緑のやつがうっちゃれダイナ、ホイホイソルジャー。カモカモプレイヤーも走れ。お前さっきぶっちぎりだったやんけ。あ、でも待って、いけ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 、いった、頼む頼む、あとちょっと、わかったわかった。賞金は、やったね。シルバーポイントカード20ポイント貯めておくよ。そもそもさ、掛け金取られなかったことない？だってさ、こんで34になってない？ほら、なんで丸々一周並走するんだ。確かにうまうまですわこれ。そこのおじさん、アクセサリーなんかも買い取ってくれるそうよ。そうね、ペンダントなんかも売れるかしらね。まさか自分のを剥ぎ取って売るわけにいかないからな。ここはもう用がないか。この刀鍛冶、このあれだね、ひらがな混ざってると結構読みにくいね。刀鍛冶ボッシュの作った剣でも買っていかんか。いらん今は。ここはリーネヒロ、リーネの金の音を聞けば幸せになれると言い伝えがあり、マチュ、ここで稼いで今日の分のクロノトリが終わりになりそう。後世がまた鍛冶屋の親父さんと怪しげな発明品を作ってるそうね。この間みたくいきなりドカンってなことにならなきゃいいわね。眉唾なのか、店や。あれ、所持金こんなに持ってんの。今後に備えてポーション買っとこう。あの武器なしで、これも両方買うんじゃなくって、ちょっと1個だけ買うわ。安い方にしよう。え、なんでない、あ、あった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 、こっちか。ジナからもらった分が消えた。散財癖か。でもこれで終わりにしよう。そんなたくさん買っても仕方ないでしょう。恐怖の館も結構うまうまだった記憶。本当怖くない？失敗した。どれぐらい稼いで入った方がいいかな。あ、なんとかが早かったな今。なんでこんなあの物語の序盤から楽しいことを盛りだくさんにしちゃったんだろう。このゲームは楽しいじゃん、すごく。うまくいかない、うっちゃれないな。早いね、やっぱり早いわあいつ。基本的にあいつにかけた方がいいのかな。いや、スイートキャットだね。猫推しもいます。ちょっと飽きたな、こっち行こう。怖いけど1位取った後にかけても。何これ、
ようこそノルシュティン・ベッケラーの実験小屋へ。今から世にも恐ろしいショーが始まる。シルバーポイントカードいくら払うかい。40。分身の真似をしろ。あ、やば、ちょっと待ってよ。ここはちょっと表示に騙されちゃいかん。自分の記憶では左ボタンは Y になってるのよ。だからこれはちゃんと左手右手はボタンに対応してるっていう感じでいい。で、笑うのは上で笑う、下で驚く。自分のキーコン信じろ。私が動いた時にヒュッと音が鳴ったら、ちょっと待って、音聞こえるかな。ドッペル5。シュッてこれ。え、もしかしてあのさ、鏡の動きをすればいいわけじゃなくって、本当にあのあっちなのね。クソ、ちょっと待って待って、じゃあ猫行くよ。いや、なんか鏡の動きをすればいいと思ってたら、違ったって感じ。猫！ヒュって言ったのに、あれもしかして上げ続けはダメなの？違う、こっちで地道にやる。ちょっと待って、他のある？なんかこのエリア外行くと進みそうな気がして、ちょっと上の方とか行けないんだけど。よし、これでも40ポイント捧げるにしても、これを36回やんなきゃいけないんだよね。え、あいつが早いの珍しくない？猫に抜かれたわ。あ、ちなみに今日の目標は風の象形を聞くことです。このままだと聞けねえだろうって思ったら、ちょっと助言をもらえると。確か拍子抜けするレベルで早い段階で聞けた気がするんだよね。そのクロノトリガーを知らずに、あの名曲だけ知ってて、でなんかすごい、こうなんだろう、主人公がさ成長するシーンとかさ、あるいは辛い別れのシーンとかで流れるんかと思ったら、まさかのあのワールドマップの曲だったっていうのは、あやたまがプレイしてるのをの横にいて知ったんだけど、それが早かったんよ。え、もう？みたいな感じに二人とも言ったから、聞けた瞬間今日の分エンドとかにはならないよね。わからないよ、どうだろうね。何せワールドマップってことだから、セーブできる場所だよね。これ願わくばそこのおっさんが現在のポイントを言ってくれるとすごく嬉しい。
これみんなあのクロノトリガーやってた人はこここだわって過ごすよね、長時間。大丈夫だよね。楽しい。5時間は嘘なの？倒れるまでやってもろって。これって何をしているんだろう。あ、しまった。完全に引く、ちょっと手前で押さないとね、いけないんだ。でもさっきのさ、恐怖の館でさ、タクが80ポイントってあったよね。さあ、ワールドマップ出たらさ、ポイント空になったりすんのかな。取り返しがつく段階で出てってみたいけど。53点。ワールドマップに出る選択肢がないからわからぬ。これで出てさ、あのセーブしてさ、ここに挑んでミスって巻き上げられたらまたロードすればいいんじゃないの。開始早々ズル飯をか。ズル飯をね、引き継いとるわ。上が笑い、下びっくり。上笑い、下びっくり。疲れた。先行きます。思い返せばこの国にもいろいろなことがあったからね。400年くらい前の魔王軍との戦いとかさ、あんたも今の平和に感謝しなよ。はーい。ここは通れない。僕知ってるよ。何百年か昔、魔王軍とすごい戦いがあったんだって。もしその戦いに負けてたら今こんなお祭りはなかったってうちのママが言ってたよ。負けてたらまあ終わりだろうな。なぜ10ポイントから試さないのか。それはちょっとだるいから。何かいます。あの、え、何？隣に控えようとしたら死んだんだけど。うわ、え、最低。あ、立ち上がった。なんかほっといたら死刑。どうしようこれ。あ、はい、金鳴ってるけど。ペンダントがそこにあるけど、そこに、そこ、なんだこいつは。視野が狭いのか。あ、ここでもシルバーポイントわかるんだ。いや、これ本当に5時間コースだわ。ポイント貯めに行こうぜ。行こうかな。だってもう絶対見つかるもん。もうちょっと移動すれば。絶対白飯より視野広いよ。ちょっと首振りが甘いんでないかな。これさ、何？光ってるものと魚みたいなのが落ちてる。ほうほうほう、祭りは楽しいのところであんたは知ってるから何をや。ここだけの話、我が国の王、ガルディア王は、あいつか、今の、か、娘のお手間ぶりに頭を変える。しかし、どこまでお手間なのか、一遍その王女様とやらを見てみたいもんじゃの。突進して、
チリジリに爆散するくらいには確かにおてんば。この先準備中さ、広場で一通り遊んでから。あ、そうなの？たかん、え、これ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 、ここ、これ、こっち。あ、これこれもしかしてネックレスのあの首の部分か。これが右が尻尾で、背びれがあって、光ってる方向に頭がある。え、ちょっとなんか悪い気がするから声かけよう。うわ、今なんかすごい状態にならなかった。ありがとう、そのペンダント私のよ。古ぼけてるけどとっても大事なものなの。返してくれる？はい。私お祭り見に来たんだね。あなたこの町の人でしょ。一人じゃ面白くないもん。一緒に回ろうよ。いいでしょ。ねえねえ。はい。おてんばだわーい、やった。え、あ、ここでも名前つけるんだ。え、どうしようどうしようどうしよう。マール？飯を構成ときたら、じゃあね、よしこでいいや。よしこにする。よしこっていうのあなたは。飯をか、いい名前だね。よろしくね飯を。さ、早く行こう。もうよしこしか思いつかんかったけどさ、あのよしこなんていう知り合い一人もいないんだけど。昴生とよしこはもしかして、いや全然あのおばあちゃんでもない、ね、よしこなんて知り合い全然いない。よしみさんだったら昔あのバイト先でいたな。あたおか、あ、そう、あたおかに見えたよね。あ、まだ遊べばいいの？そっか。え、じゃあこれやろっか一緒に。あ、邪魔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 。もういいや。そしてこうやって一回マップを切り替えたら、よしこも一緒にどついてる。あれ？何をやったらいいの？こっちか。その包みはどれ？あれか。オラの母ちゃんの弁当だ。元気もりもり。オラ毎日楽しみにしてんだ。今があんまり暖かくないといいけど。昴生が開発した二足歩行ロボットゴンザレスと戦いたい方はこの奥へ。勝てばシルバーポイントもらえるよ。ちょっと大丈夫かな。いけ。ゴンザレスの歌好き。何これ、これなんか音階あんの？ゴンザレスって言ってんの？あー、ゴンザレスん？あ、別に主戦率ないか。15ポイントしかくれない。え、初めての戦闘になった。なんだ、弓か。あー、めっちゃ殴られてるわ。大丈夫かな。あ、歌ってる歌ってる歌ってる。ジャイアンか。当たらない。ちょ、これヨシコが死ぬ。勝った、よかった。あ、ボーガンなんだ。バトルモード変えておいてよかった瞬間だ。まさかこんなことになるなんて。あんたは強い、あんたはすごい。なんか変じゃない？テンポ。だからあげるよ、15ポイント。なんかくれるようなアクションが。あ、また入っちゃった。いい。いいって。ほぼよしこ。
今歌えてたじゃねえか。あれ歌えてたの。あー、これ弁当の人ね。このさ、あの話してる最中に立ちされるのもさ、そういえばクロノクロスでもそうなってた。隣に立ちな飲み比べ B 連打だ。A か。よーいドン。え、嘘。え、なに連打？飯尾の連打力頼む。飯尾、あ、ちょっと待って、今のトラップじゃない。なんて書いてあった。何でも一生懸命なのね。飯尾は確かによく言われます。途中でいつ止まるんだろう。これなんて書いてあったか見えなかったよ。7秒くらい。よし、止めれた。シルバーポイントカードに5ポイント。あ、こっちの方がいいじゃん。 OK。 7秒くらい。よし、疲れたわ、もういいや。あ、たまに任せたら一生連打してくれそう。ワン、私の猫が。え、猫いたよ、さっき。ペタペタ音好き。これか、あの走ってる猫か、どっちかだよね。え、加盟した。あ、嘘。ちょっと。スイートキャットの馬主。こいつじゃありませんか。といたしまして、飯を優しい。え、報酬は、飯を優しい、これが報酬だな。なんだこれは。報酬だって連れてきたのに。いい感じだね。ダッシュで走り回ってたら疲れちゃった。でも踊りを見たらまた元気だよ。まさか回復スポットじゃないよね。金目って怖い。大昔の踊りなんですって。神秘的よね。ランラーランラララ。町長さんの家でお小遣いもらっちゃったの。ランラー、お前も？原始のリズム。あ、もう同じことしか言わない。これってところで、あ、話せないんだね、このよしこには。まだダメなの？え、ここクリアしないとさ、先へ行けないとかだったらどうしよう。44点だ。行くよ。ね、上が驚く。え、結局これはさ、あの相手が右手を上げてたら、こっちは左手を上げて、その見えてる方が一致してればいいのかな。ポイント変えてみようか。あ、じゃあ10で。ビッグスです。どれが？あ、ウェッジです。ビッグス、ウェッジ。もう忘れたよ。え？ピエトしか見てなかった。当てた。前に出てきたのにどれはひどい。お予想人形、お部屋に飾ってね。なんか変なのもらった。
すぐ飾りに行くじゃん。なんかそしたらもう何者かの手によって飾られた後だった。オルゴールだったんだ。こんななりして彼女連れてきました。あら、後世以外の女の子を連れてくるなんて珍しいわね。お名前は？よしこ。はじめまして、よしこです。え、よしこさん、どこかでお会いしていません？おかしいわね、気のせい。やっぱり王女か。いいえ、ただのよしこです。これは王女だな。あと1だった。よし、40ポイント。分身の真似をしろ。わかった。びっくりし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 たね。って言えばいいのか。あっ、笑う笑う笑う。笑う。なにこれ、大変なんだけど。危な。見事、見事にドッペルった。このドッペル、え？うわぁ。優しくしてもらえた。なんかどんどん速くなってってた気がした。え、やれない。え、こんなん知らないって。何？あ、これにしとこ。これで家出してもいいんだ。ようやく本編開始じゃない。できるぞ。80貯めなきゃいけない。ちょっと待ってね。ヒットポイントが10。どこで、あ、宿屋さん。よしこ頑張ったから。ん？右のはなんだ。代々伝わってる箱です。開けられた方ご自由にどうぞ。え、怖っ。怖い怖い。音が怖い。
先日地震があったの覚えているかい？いえ。この音もすこ。大きな坊やだな。まあいいや。怖い。ドラクエのなんかうっかり装備しちゃって呪われるやつみたいに。怖い。ドラクエの文化知らなかったからびっくりしたもん。そう。城があるな。送り届けるか。森か。なんか音変わってない？迷いに迷って結局なんか森に行ってみようかなっていう。入り口ら辺でエンカウントするかだけ見るわ。変わってるよね、音。エンカウントしないのか、今。シンボルなわけないもんな。敵いないのか、ここ。なんかある。パワーカプセルを見つけた。何それ。あ、力の成長プラス1とかあるんだ。へぇ。早速使うよ。全く惜しみなく使うタイプだから。あ、いる！シンボルだ！え？なんだ今の。スカラベーって。うわ、強いわ、うちら。初対面で森に連れ込むの怖い。勝手についてきたんだよ、こいつが。経験値9、3技ポイント45ゴールド。今の何？な、何すんの？あれも敵？あ、敵なのか。あ、そうか、自分で命令を出さないと。リンリン混乱。あー、笑う。あ、やめて。先に倒せ。わあ、危ない危ない。また4思考のヒットポイントが。あ、倒せた。あ、危ない危ない。メシオのレベルが上がった。メシオが回転切りを覚えた。やったね。ヨシコのレベルも上がった。何も覚えんのか。すべてが懐かしい。いや、びっくりした。あれ、さっき何も起きんかったやん。ヨシコは死ぬぞ。違う違う。もったいな。こっち見てる、ヨシコ。かわいそう。よしこがオーラ二人技回転オーラを覚えた。え、そんなのあんの。絶対先行っちゃいかんと思うんだよな。帰ろ。でシンボルなんだね。あれ昔シンボルだったっけ。違うよね。だいぶエンカウントやったんじゃない。で、もしレベル上げするときは、出入りする感じかな。メッシュを回転切りを忘れた。あ、そう、使えるんじゃん、そもそも。よく考えたら。今なんか変な動きしたな。止まってたら。ほら、これ何これ。え、何これ。え、しかもヨシコなんか鏡込んでない。え、何これ。ほら、座った。で、ほら、何？よくわかんない。でもレベル上がったからセーブして。白飯の遠い遠い昔の記憶が。暇にもなるだろ。これ暇なの？そりゃ動くさ、人間だもの。動くなよ。今やったっけ？あ、セーブした時の音とかはないんだね。